リクガメのまさこレイディオ。まさこレイディオと、はい、わさおぶざわっさ、わさおぶざわっさ、もうほんまにもう4日間経てましてですね。そうですね。そうね、4連続ライブしました。もうほんまに来てくれた人、はい、マジでありがとうございました。いや、すごいありがとうございます。本当に嬉しい。ほんまに1日ずつ全部色の違う、そうね、うん、楽しみ方もできました。もう、はい、本当にいい思い出になりました。はい、はい、そして終わった途端にも気持ちはカメフェスです。もうそうですね、すぐですよ。もう間近ですね、4日前ということで。もう4日前ですね、今日はね、はい、どうですか。いや、もう本当楽しみなんですよ。楽しみですよ、とりあえず、うん、ほんまに文化祭の前みたいです、うん、あ、そうだ。このラインナップを1日で見れるっていう、うん、嬉しさ、うん、なんか こういう感じ久しぶりだから、なんか結構このご時世もあって、うん、フェスを出てもやってすぐ帰らないととかやったりとか、自分自身が最初から最後までずっとこう楽しんで最後にライブをするみたいなのもさ、うん、うちらもうこの日だけなわけじゃない。そう、ね、シンプルに大丈夫かな、大丈夫。何が体力的な話、うん、それもやし、それもやし、なんか予期せぬこととかならんかな。あ、多分な、3回ぐらい泣かへんかなとか、それまで。それはあるんちゃう。あるやっぱり、うん、いやいや、だってみんないいライブするの分かってるやん、うん、でもうちはもう先に全バンドで泣いときたい、うん、泣いてもすっきりして、うん、あー、サウナ気持ちよかったみたいな感じでジャーンってやりたいわ、うんうん、わかるわかる。そんな感じです。そうなるんちゃう。去年のカメフェス結構そんな感じやったよな、なんか、うん、もう、そうね、ブワ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 でなんかやったから、うん、これが今回有観客でなんかどうなるんやろうな、お客さんも一緒に作るわけや、うん、なんかさらにやばいと思って、ちょっと感情大丈夫かなと思って、うん、でもまあほんま一番はボイラーのライブをもう全力でやることなので、はい、もうドエとかさ、うん、前の方で踊りに行ってギュンギュンって呼ばんといてな、絶対もう行っちゃうから、なんかフロアで呼ばれてさ、よくやるやん、お互い誘い合わせて踊り、うん、踊りくるってるやん。ジップアウトの時とかでさ、なんかこうやってそう、やってそう、でめっちゃ汗かくね、え、ちょっと待って次出番みたいな、なることよくあるから、そんなしたことない。ジップアウトの時やってそう、で、そうやね、バニティとかそのあたりとかさ、今回は絶対もう自然となっちゃうか。でもまあ、とりあえずだってまあ全部見るもんね、うん、もう噛み締めて全部見るし、うん、やけど、あの、そうね、うちらもなんやかんやで一応主催やからバタバタしてるかもしれへんな、ちょっと、まあ、うん、でももう、くり抜くわ、くり抜くわ、くり抜く目ん玉は、うん、そういうこと。めっちゃ怖いよ、怖いこと、ほらほら、また怖いこと言えて、もう、そういうことでね、結構リハもね、今終わってね、うん、ガチガチの、うん、気持ちは最高潮です。そうですね、最高潮で、うん、あとほんまうちあと何時間何十時間あるか分からんけど、もうひたすらイメトレして、うん、もう、まあ、そうね、もう悟りの境地開くから、うんうん、悟ってください。悟りすぎてなんかもうすごいなんか狐とかになってるかもしれない。あ、いいよいいよ、うん、もう慣れてるかもしれない。なんか狐っぽいしな、おもろいし、大丈夫、髪の毛はもうなってる、大丈夫、何なりたいわ、おもろいからいいよ、大体のことおもろいです、済ませれるからね、うん、うちは狸になっとこか、狐と狸かな、のっそのそ歩き狸じゃないか、それ頑張りましょう、本当にもうな、ちゃうねん、もう、ちょっとダラダラしてるように聞こえるかもしれへんけど、もうなんかいろいろうちも日々ね、もうゼロになってんすよ、もう。あ、分かるよ、一日終わる頃に、うん、もういろんな感情があったり、うん、もう体もね、一日中あれして、まあ、特にこの4日間を経て特にそうかも、びっくりするぐらいなんか忙しいバンドやなと思った、その喜怒哀楽とか、うん、ごめんな、うちのせいかもしれないけど、なんか結構この4日間もさ、直前、うん、カメフェス直前やけど、なんかそれぞれまた違う色のイベントやったやん、うん、そうですね、うん、その感じもなんか良かったなと、よかった、このカメフェス直前に来て、うん、いろんな種類のイベントを味わえたのが、うん、
フェスもありつつ、うん、そう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 、なんかスリーマンとかもありつつ、うん、ツーマンもありつつみたいな。そうですね、うんうん、なんかね、なんやろ、今まで味わった今までと違うなんかの部分が強くなった気がする、うち、うん、なんか違う育ち方、なんか、うん、想像してたのとは違う学び方やったり、いろんななんか得るものがめちゃくちゃありました。うん、うん、楽しい中にもやっぱり得れるものがたくさんあって、あったね、やっぱりやるかやらんかで悩んだ時にやっぱやってよかったなってほんまに思った。そう、ね、そうですな、ほんまに思いました。うん、うん、いやフェスや、ほんまに分かる。あと当日までそんな感じでおんねやろな、うちも、あカメフェスやカメフェスやって言いながら起きるんやろな毎日。あカメフェスや、あまだや、あカメフェスや、あまだやってなるんやろ。当日の気で起きるってことそうかあ今日カメフェスやった、あちゃうわ、あちゃう、そんなわけないやろ、あほやそんなわけないやろ前日に気づけや、それは、うんうん、いや何どうしたのなんか浸ってるいや浸ってるっていうか、ちょっと今日のスタジオで頭使いすぎて、わかるわかるわかる、全部置いてきちゃったんだよねあの置いてきたっていう言い方便利やな、わかる置いてきたっていう言い方便利、もういろんなとこに置いてきてるよな駅とかもスタジオとかトイレとか、結構集中したよマジで。いやうちもあでもまあちょっとうちはちょっと今日でまとまったものがあったので、うんうん、そうね、よかったです、よかった、うん、絶対にいいです、カメフェス、絶対にいいです、届けたい歌を、はい、絶対いいです、本当に届けたいの、めっちゃいい、めっちゃいいよな、うん、見たいもん俺、ボイランド、うちも見たいうちも見たいあ、見れる、あ、見れるわ、アーカイブで見れる、よかったね、配信チケット買ってください、そう、配信チケット買ってくださいね、今回配信もすごい、遠方の人は、うん、うん、しっかりテストも済んで、はい、うん、あのいい映像を届けられると思います、はい、お願いします、お願いします、はい、でもちろん来てくれる人 E プラスで買えますので、はい、お願いします、お願いします、はい、当日12時半から12時半スタートです、はい、ね、だから1日ですけど、ね、いや一瞬やね、マジで、うん、まあ一瞬やと思う、うん、かなり一瞬やと思う、うん、うわー、なんかいいタイムテーブルやと思うよ、うん、マジ一瞬やと思う、時間を感じさせない、いつ見ても楽しい、いや楽しみ、怖い、そんな1日になります、怖いぐらい楽しいわマジで、絶対終わってほしない、うん、それでは皆さん当日に会いましょう、はい、11月27日です、よろしくお願いします、お願いします、ほなみんな3朝からテンポよテンポよ